私は静岡で生まれました。私はお茶を栽培しています。私は片平二郎です。私は三代目になります。じいさんから、お茶を始めまして、親父がそれを広げて、で私が今15年目になります。1年に3回収穫します。1番茶が4月5月、2番茶が6月7月、秋冬番茶が9月10月です。私は6時に起きます。でご飯を食べて、トラックに乗って、だいたい10分ぐらい、走って畑に行きます。お茶刈りシーズンは畑に着いたら、袋を巻いて、つると草を取って、その後お茶刈りをします。収穫したお茶は、工場に持ち込まれます。その後蒸されて、乾かしながら揉まれて、色や形で仕分けをされて、袋詰めして出荷します。長い一日になります。だいたい平均14時間ぐらいです。静岡はお茶で有名ですが、その理由は、お茶栽培にとって適した環境であることはもちろんなんですが、そのお茶を仕事として、してきた人がたくさんいること、それが互いに競い合って、品質を向上させたことが一番、の要因だと思います。じいさんの時は、畑まで歩いて行って、手摘みをしていました。今は、畑までトラックで行って、機械でお茶を刈ります。それによって、収穫してから新鮮な葉っぱが茶工場に持ち込まれるようになって、フレッシュなお茶が揉めるようになりました。私は、お茶は日本を感じるものだと思います。日本茶の世界に触れれば、あなたを飽きさせることはないと思います。なのでぜひ日本茶を飲んでください。私はお茶を栽培しているおかげで、幸せな人生を歩ませてもらっています。Thank you for joining me on my channel. If you're interested in my vegan ramen cookbook project on Kickstarter, you can click the link here. Remember to subscribe, hit that notification bell, and I'll see you in the next episode.